生徒を縛る理不尽なブラック校則が問題になっていますが、かつて、男子、生徒の丸刈り矯正の校則が、裁判に発展したことを知っていますか？ある男子生徒とその両親は、こんな校則は憲法違反だから無効だ、として、校長を相手に訴えを起こしました。これが、憲法判例100選にも掲載されている有名な裁判例、丸刈り校則事件、記事全文を読む。